こんばんは。じいさん、一カメありがとうございます。ゲリラ配信。ゲリラ配信です。20分ぐらいしかできないけど、予定も出してないしメールにも送ってないので、ガチガチで突然すぎる配信なんですけど、ごめんなさい。 握手お疲れ様、ありがとう。こんばんは、こんばんは。皆さん、ゲリラです。こうたさん、シロクもありがとうございます。アイナちゃん、今日もありがとう。こちらこそありがとうございました。ヒンジさん、誰もありがとうございます。握手をつ、ありがとう。組み合わせ抽選会見て、そうなんですよ。今日はじゃんけんの予選の予備選の抽選会がありまして、なんとジンギスキャッツはダンシングキャッツさんと対戦させていただくことになりました。緊張します。明日かな、対戦いつなのか分かんないんですけど、レイニアはいないの？さっきまで一緒にいたけど、さっきまで一緒にいましたけど、ちょっと部屋が違うのでね。そう、キャッツ対決、本当にゲリラすぎてごめんなさい、突然すぎて。あさって会いに行ける。ありがとう、待ってます。ありがとう、久しぶりだ。明日2人組と3人組。じゃあ明日やん、やば。3人組の予選は1回勝てばもういけます、本戦に。で、1回負けてもまだチャンスがあって、1回負けたら負けた同士で戦って、勝ったら出れる。だから3人組が一番楽っちゃ楽かも。代表は誰かな、まだ決めてないんですよね。誰なんだろう、結局。明日までのお楽しみで。今日楽しかった、ありがとう、ありがとうございました。嬉しかったよ。同室いないんですよね、一人。一人。14日テレ朝行きます、待ってます。握手行きたかった、待ってましたよ。愛にはいるなら名古屋見に来た。ねえ、見に来てほしい。出れるように頑張ります。出れたらいいけど、本当に。いろいろ言ったけど、アイナは一番かけど、本当に嬉しい。リコ、そう、りったんが本戦出場決定したんですよ。すごくないですか？ソロ枠って2人しか出れなくて、しかも一番倍率が高かったのに、リコが通ったって聞いて、リコ、やばみたいな。びっくりしました。握手来て、待ってるよ。配信待ってて、ありがとう。はるかちゃん、ハートありがとうございます。まちたつさん、タコありがとうございます。えんぞうさん、くまありがとうございます。りったんすごいよね、3回勝ったの。やば、りこ強、怖い。りこ、りこすごすぎ。りったん本当にすごい、2年連続ね、すごいよね。すごいよ。こんなゲリラ配信あります？私いつも予告して、だいたい配信してるから、ゲリラ配信っていうのが慣れてなくて、なんか申し訳ないんですけど、大丈夫かな？リッターすごい、コメントは相変わらずゆっくり。そうだな、
明日久しぶりに来るから楽しみ。嬉しい、待ってます、ありがとう。あると思います、本当に良かったあると思います。リッターに続こうね、頑張ります。ゲリラ草壁、ゲリラ草壁、カドちゃんの隣レーンで見とれてました。長岡で行くね、嬉しい、ありがとう、待ってます。ちょっと声大きかったかなと思ってちょっと小声にしてみましたナマステー。アイネにファンレター送りました、嬉しい、ありがとう、待ってます、読みますね。そのためのフォローへの通知機能、確かにフォローしてればわかるもんね。久しぶりに公園ならこの前行きました。あ、見ましたよ、ありがとうございます、嬉しかった、ペンライト、ありがとう、うちわもありがとう。アイナとの握手は長岡まで我慢や、長岡まで我慢します。13日行くわ、待ってます。仕事が早く帰れたから見られて嬉しい、よかった、仕事お疲れ様です、明日頑張ってね、ありがとう。フォローしてるからゲールでも大丈夫、ありがとう。ジンギスケッツは誰がジンギスケッツのかな、決めてないんですよね。レーナかな。でも結局13日までにプレゼント届かなくてもしね、プレゼントね届くの待ってたんだけどね、間に合わなかったね。今あやかにレーナ、あ、まだみんな握手会してんのか。一日お疲れ様、ありがとう。まるちゃんさん花束ありがとうございます。まーさん花束ありがとうございます。ゆうきくんハートありがとうございます。えいとさん白くまありがとうございます。たかゆきさんくまありがとうございます。あいね、ゲイライシオッケーでフォローしてます、ありがとう。握手会で違うレーンから見られると照れます。本当ですか、やばい眠い。お風呂上がりにゆっくり愛し見れるのは嬉しい、本当に。でも9時までしかできないから、9時ちょっと前に終わりにします。3人のうち1人がじゃんけんするの、多分そうだと思います。代表者がするのかな、うん。握手会行かなかったけど会えないし見れたからハッピー、よかった。今日はね、やばい、後ろにリュックが今日は見てください、可愛くないですか、お花の刺繍が入ったブラウス、これすごい可愛いですよね。これはね渋谷の109で買った、結構前に。可愛くない、あのお花の刺繍すごい好きで、めっちゃ可愛いんですよこれ、可愛くない。下はねちょっとセクシーなパンツです。これは原宿で買ったよ、原宿と渋谷。今日のダメージネーム、本当にそう結構流行ってる。でもやっぱねファンの方はねすごいすごいね、そのズボンってすごい言われた めっちゃおもろい話聞いて、あのさこの爪ね、私ね人差し指だけ剥がれちゃったの、右手の人差し指だけ綺麗に、ほら悲しくない。これね昨日メイク道具を取ろうとして化粧ポーチに手を入れたらガリッて、もうなんかもともと浮いてたの、もう取れそうな感じで怖いなと思ってたらベリッて剥がれちゃってと思って右手の差し指だけ取れちゃったの綺麗に。したら今日握手会場行ってレイナとおはようって言ったら、レイナがねねえ聞いて、右手の人差し指だけ綺麗に取れちゃったって言って、えファイナルなんだけどって言って、レイナもたまたま右手の人差し指が綺麗に取れてたの。めっちゃ怖くないですか、レイナも綺麗に剥がれてて、しかも同じ指の同じ爪、そうか同じ指だったの、取れた場所が。えめっちゃすごくないですか、えすごくない、奇跡じゃない、たまたま同じ場所剥がれたの綺麗に、すごくない、めっちゃびっくりした。
神ってる、わかる、すごすぎだよね、さすがよ、マジでびっくりした、本当にすごくない？私本当にすごいと思ったんだけど。今日はね、いろんなメンバーと写真撮りましたよ。AKB だったら久保さとねちゃん、さとちゃんと撮ったりして、で SKE さんだと、あ SKE さんも撮ってないか、あと野村奈央ちゃんとも撮れた。そう、野村奈央ちゃん昨日卒業公演で、そう握手会がね、今回の3日間で最後だから、会いたくて、会えてよかったです。あとね、松尾かなちゃんとも撮ったし、堀しおんちゃんと安田百音ちゃんとも撮ったし、あとおいもちゃんとも撮った。おいもちゃんに会えたんです。あとね、のんちゃんにも会った。 STU、オトログで全部公開する。一気に今日は載せれないんだけど、今日は一人だけ載せたいと思います。今日はそのね、その前にななこちゃん今日誕生日なので、ななこ二十歳なので、それに関してのオトログをさっきあげました。今日髪の毛じゃかすと、そう今日ね髪の毛すとんだりして、もうねだいぶ落ちちゃったんだけど、結構がなんか、なんですとんだりしたかっていうと、今日たまたま起きて寝癖でか、私こっちの毛がねこうなっちゃうの、どうしても。でこっちの髪は綺麗にこうなって、こういう寝癖なんて私って。だけどこれをうまく活かせないかと思って、こっちもすとんだりして、こういう髪になったりした。すと跳ね、羽くらいしかできないもん自分で。写真で見るとね、ほら結構スト羽じゃない、ほら光るね、ほらスト羽。ほらスト羽だったんです。私も最近スト羽、あースト羽してたよね、スト羽。岩田ひなちゃんや井上るかちゃんと写真、あ、ひなちゃんもるーちゃんも今日あったけど写真撮ってない。明日か明後日撮ったら送ります。送りますじゃないわ、撮ったら撮ります。送るのは私気分だからな気分で載せようと思ったら載せるから。こんばんは、あつこめです。前髪パッツン気味で可愛い、本当パッツンです。山根ずんちゃん、あ、ずんちゃんも今日あったけど撮ってないな、撮りますね、明日明後日撮ったら。それではに小声、13位ケンさんありがとうございます。12位コウタさん、あいみのチームアイニャコウタさんありがとうございます。11位ハチマキ星ケンさんありがとうございます。10位チームアイのマーさんありがとうございます。9位チームアイのカタカちゃんありがとうございます。8位アイナの友達カイトくんありがとうございます。7位チームアイの高木さんありがとうございます。6位なんで私小声になったんだろう6位神太陽ゆいくんありがとうございます。5位ダイバーさんありがとうございます。4位ヒータンありがとうございます。3位町立さんありがとうございます。2位ヒンジさんありがとうございます。で1位がチームアイの遠藤さんです。ありがとうございます。なぜここへ、なんか漏れたらはずいなと思って、今来たばかりごめんなさい、本当にちょっとしかできなかった、10分ちょっとしかできなかったのね。こうやってね、私は急に
ゲリラ配信したの2回目なんですけど、こうやってねたまにゲリラ配信を行うことがあるので、まだフォローしてないよって方はフォローしてください。あといつゲリラ配信が来るかわからないので、皆さん通知には注目しててください。24時間じゃないわ、私が配信できる時間帯。はい、それでは明日と明後日も幕張メッセでしてくれてありがとう、そう言ってくれてありがとう、そう配信してくれてありがとうってとか、配信してくれてよかったとか言ってもらえると、私もあ配信してよかったなって思えるので、そう言っていただけるのがすごく嬉しいです。それでは明日と明後日も幕張メッセで願い事待ち腐れの握手会があるので、4部制なので明日は1、2、5、6部、今日と同じですね、朝から夕方まで待ってます。それではあ9日握手いきます。影山ゆかちゃん推しなので1台でじゃないと、嬉しい、待ってますね。皆さんありがとうございました。それでは終わります。ゲリラ配信あっという間でしたね、すいませんでした。それではこの後はあることをしてきます。バイバーイ。バイバーイ。ゲリラ配信あっという間ですいませんでした。はい、握手会本当に今日はありがとうございました。ではまた明日と明後日もよろしくお願いします。バイバーイ。じゃあ頑張ります。バイバーイ。おやすみなさい。